どうも、ご無沙汰しております。くにぼうでございます。今日は2024年2月23日かあ、3連休初日でございましてですね、えー、この3連休は家族の者のが全員出払っておる、おるわけでですね、えー、もう初日からあ気の身気のままあ、悠々自適とお過ごしておりますう。でですね、行政書士試験の最終結果ああの土墓が私の手元にもこうやって届きました。うん。もう言うて2、3週間ぐらい前か、もう分もトレンドも終わってるかなと思います。 ほいで、私は自分の結果をウェブ上で確認していたので、もう最終点数とかよりもですね、自分の記述が一体何点振られてたんだろうと、ついてたんだろうということが気になっておりました。ほいで、これ届いたのが2月の8日あちっちゃいわ。6日、あ出張行っておった日かなので、えー、嫁にポストになんか届いてるよと。 聞きました。もうバリッと破ってくれ。教えてくれ。えー、ということで、LINE、えー、上に知った結果がこちらになります。うん。記述はあ38点でした、最終。うん。で、これ前書いたフリップから上書きしたんですけれども、まず択一でちょっとね、1問マークミスがあったようです。188点。多分民法ちゃうかなと思うんですけれども、本試験で初めてのーマークミスがありました。 まあ、188点。まあ、合格したからい,いかなと思っております。んで、話戻しまして、えー、記述が38点ですね。で、これ、え、どの内容が38点かなっていう、この自己分析がまあ、大事かなと思うんですけれども、おまあ、点数の方はまあ、ブラックボックスな,なので、えー、とも言えません。えー、こう、私は書いた点数、 うーは、わからないですけれども、私の採点してくれた方は、こう書いたことによって、これが38点かなと、ジャッジしていただいたようです。まあ自分なりの分析なんですけれども、問いの44は、まあ差し止めプラス仮差し書いて、仮差しはちゃんと申し立ての方だよと分けて書いているので、これはまあどうやら関東っぽいです。まあ で、38点からこれ20点低く聞いたらですよ。これとこれね、各9点ずつかなと思っておるんですけれども、問いの45は物上代言っていうキーワードがないのに、この差し止めなければならない、差し押さえかしなければならないに9点。で、こっちは契約不適合という言葉がないのに、できる要件3つ、まあ文脈もちょっと怪しいんですけれども、これに9点振ってもらった。20 9 9点と9点と、えー、これにて38点かなと自分は分析しておりますこれはまあちょっとやっぱり甘いかったかな私の採点していただいた方はあまあ感謝ではあるんですけれども、まあ、今こう記述3つあって、まあ、特に1問民法は難題が出るのでこう60点分中の6割じゃなくて、えー、40点分中の じゃあ割かあだから24点を目指そうっていう流れの中でですよ、最終品種38点、えー、っていうことは、まあ、今年の記述の向き合い方は、あまあ、ちょっと例年と違ったのかなと、こう自分では思っております。まあ、何やともあれ記述38点で、えー、まあ、これにて行、俺と行政書士は勘かなというところに近づいておるんですけれども、ほいで、 まあ私の勉強方法はどうなんですかっていう、お声、えー、まあ、ちょっと、まあいただいた手前もありましてですね。まあ私の勉強方法は、まあ再現性はないとは思います。まあ参考にならないかもしれないんですけれども、一体、まあどんな、あ、向き合い方をしたかなっていうところだけでもですね。 ちょっとまあ今日昼からあ、ちょっと大阪の方にお出かけするので、えー、さらっとおだけお話できたらばなと思います。まあ気が向いたらね、ちょっと深掘るかもしれないんですけども、この先。うん。で、まあ各分野ごとに、ちょっとまあテーマ振っております。で、基礎法学なんかはまあ、まあ言うてに問しか出ない、かつまあもうね、毎年毎年未知の問題が出るので、もう一般知識みたいな感じで、もうほとんどまあ何もやっておりません。まあ ここ4、5年、まあ、裁判にまつわることが、あ結構出てるので、まあ、裁判員制度とか、そんなんは、あまあ、やったかもしれないけども、まあ、特に何も <laughs> やってないかな。で、この法律用語っていうのも、もう昨今、コ、え、婚、ー、臨罪、問題には出ないかなとは思うんですけれども、まあ、今一度ですね、この行政試験、 って何と。行政法大事とか、あまあ民法も時間かかるとか、この業務が大事とかよりもですね、この法律の読み方っていうのを、まあちょっと今一度復習してみてはっていう考えなんですけれども、このすべてのね、えー、ところに、まあちょっと法律の読み方、要は反対解釈とか、拡大解釈、まあこの類推適用みたいな、あこの言葉尻みたいなところもあるので、もう ちょこっと復習されてみてはどうかなと思います。まあまあ、こういう読み方で、まあ問題文の構成とか、まあその辺ですね。ちょっと、まあ自分はこれがこうそうしたかなと思います。うん。 おいで、まあ、憲法、この争点を意識したって書いてるんですけども、この憲法及び行政法の広報系、私、この判例、大好物なので、この判例ストーリーのあるもの、丸抜だけじゃなくても、木う、起点結もちゃんと読み込みするのが好きなんですけれども、 それとてですね、この争点を今年、今年、去年はあ意識して読みましたね、えー。こうすることによって、えー、こうね、まあ、結局2、300もっとかあ以上、判例とかも覚えないとダメだと思うんですけれども、まあ、最良の分野では、あこういった争点で、えー、だから、これとこれがあーリーディングケースになってるとかあ、この判例が出るとか、まあ、そういったことで、まあ、争点を意識しながら、 判例を読む練習をしたかなと思います。はい、えー。で、行政法はですね、これはちょっとあの、まあ、私だけの考えではあるので、まあ、一概には言えないですけれども、えー、どの模試をやったとしても、まあ、難しさのブレがあったとしても、平均が19分の15点、えー、よりま下回ったりですね、まあ、40分以内で解けない といった方は、今一度、この、ま、足別を、ちょっと回されてみてはいかがかな、かなと思います。んで、まあ、足別だけでは受からないっていうのは、ま、先導言ってるんですけれども、この辺は、ちょっとスピードと点数が比例してくるジャンルでもあるので、まあ、足別をやりつつですね、さらに上積みで、 え、こう、もしで、えー、この、歯抜けの知識を、この足別に書き足していく、こういうことを、まあ、昔からですけども、まあ、今年もやったのか。えー、今年の試験で、えー、だったっけな、あの、安全配慮義務が、あー未決交流者には適用されないとかなんかあって、とか、あと、住民、 ええー、訴訟監査請求あの、三分の一の要件あるじゃないですか。あの、議会の、え、今年取り消しで、まあ、三分の一、ええー、の賛成集めるみたいな。でも、三分の一じゃなくて、例外で、四分、十分の一か、八十分の一か、もう忘れたけど、なんかそんなのもあるとか、あこの、えー、言った今二つの知識とかは、どっかの模試で、 あったやつを、この足別にフィードバックしていました。まあまあ、あのー、最終的にあったとしても、あの、足がスパッて切れるじゃないですか。まあ、そういうところの積み重ねやと思います。足別プラスもしの、この積み重ねかな。うん。と思ってます。ほいで、民法は、このもう同一性の認識、これだけを去年意識してたかなと思います。まあ、あのー、最新のね、法改正とか、あもう、あのー、 土地のなんちゃらとかもあんなも覚えていったんですけども何しかこの A ランクを角度が問われてもこれなんだなっていうところに戻れる知識をあの極めていったかなと思われますまあ、ちょっと時間がないのでまあさらっとなんですけどもう商法はこの。 三権分立プラスアルファ。あの、まあ、今年の問題は確かに取りやすかったかな。あの、問いの36が、今年の私の期もやったんですけれども、問いの36がいつも、ふわっとした商法が出るんですけれども、確か商民の企画、比較が出たのか、と、オーソドックスな問題が出ました。本意で会社法に流れに行ったと。この会社法も結局未知の問題が、 ああ、出ると思います。あのー、私なんてそんな条文も覚えていかなかったし。でも、こう、株主が真ん中にあって、えー、この会社大取りと、この債権者、まあ、要は銀行と株主のこの三つが牽制し合ってるっていう、そこに株主が中心になってっていうところを、こう、わからない未知の問題でも、 戻ってきて、誰、えー、とくみたいなところをおちゃんと書いて、えー、紐を解いていったらあ、まあ、今年はまあ、5問中5問とも正解できたかなとおこ思ってます。で、他しはあ、まあ、よう分からんのですけど、まあ、今年も、おあ、去年か。去年は、う,うが裁判官の,あの補足意見が出たり、 この他史も、今回はあの、北方ジャーナル、北方ジャーナルの、ちょっと、難しいのが出たけど、まあまあ、あの、この憲法が出てくるかなと思って、え、他史をしました。他史はまあ、 あの、後の二問、うん、オーソドックスなやつに、えー、疲れました。んで、一般知識はもう、ニュース、ー検定を、2二週間、さらっと見た、程度に過ぎません。ということで、えー、ちょっとまあ、参考になったか、どうかわかりませんけれども、ここの部分で、えー、まあ、ピックアップしてっていう、お声があるならば、あ、またちょっと動画してみたいかなと思います。今日は昼からね、ちょっと、梅田に、えー、お酒、 まあこれにてということでまた次回お会いしましょう。